は順調はまずは与那峰襟だ、そしてその後ろ萩原の位置はチェックに入っていくような状況になる。全部出し切って優勝することができて本当に嬉しいです。でたくさんの応援がすごく後押しになって全部力を発揮することができたので、たくさんの応援本当にありがとうございました。次なる新たな目標というものは、日本の国旗を着てレース走れることがすごく嬉しいので、まずそこでチームのためにいい走りしたいなと思ってます。素晴らしいレースでした。女子ユニット1位、2位、3位、優勝。